の駅、あのキハ40動くところを取りたいのですが、なかなか動きません。富良野線から乗り換えの、根室本線立川行きは大雨の影響で遅れています。いや違う、反対方向の富良野までの列車で、これも遅れています。この列車が富良野で折り返し、立川駅 3426D になった。前線指定、立川駅、12分遅れ。キハ40の車内に入ると安心する。
か、ただいま行き当たる列車遅れて、もう間もなく赤平駅到着になります。この列車到着後の発車となります。発車まであともう少々お待ちください。どうやら滝川から普通は遅れながらでも動いているようです。大幅に速度を起こして運転いたします。そのためこの先の各駅到着時刻20分ほど遅れる見込みです。終着岩見沢には11時40分頃の到着を見込んでおります。
また闇沢から先札幌方面の乗り換え列車につきましては、終着一つ手前峰野部駅発車後、関係各所と打ち合わせの上、放送にてご案内させていただきます。恐れ入りますがご案内までお待ちください。また本日特急列車、上り列車の特急列車運休となっている関係で、札幌方面までお急ぎのお客様、この列車の終着岩見沢までご乗車いただき、岩見沢から札幌方面行きの普通列車、区間快速列車へお乗り換えとなります。本日は列車運休、また大幅な遅れに伴いまして、ご迷惑をおかけいたしますことをお詫びいたします。札幌方面小樽行き普通列車11時35分1番線停車中の列車にご乗車ください。またこの列車終着岩見沢には13分ほど遅れて到着いたします。ご不便ご迷惑をおかけしておりますことをお詫びいたします。35分の発車です。岩見沢到着、ロングシートは嫌です。こっちこっち、前は721系だ。After the maintainer, we will be via Sapporo. We will be stopping at every station.
まま乗って小樽まで行きます。大都会ですな。函館本線、山線に乗り換えます。
あれ、キハ40、並び直しです。窓側座れるかな？山線にキハ40とは思っていませんでした。札幌方面には気をつけてご注意ください。この列車では北方の安心があるよう。座れました。乗車列車撮影。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。